勇者の塔を見に行こう。おお。勇者の塔とは、二人ってことはさ、もしかしてテレサとかそこら辺ブルとか、キノピコとかじゃらへんじゃね？なんてちょっとね、思っちゃったね。ふとね、ふとその三人を思い出して、ね。ワリオイだった。キャー悪い。ガタシの騎士のやつね。俺様は夢で指をしたくせして、なんでいい形で貢献してくるんだ。チクショー、部屋でも使い出してフラフラだ。騎士のところになんか出てつけないぞ。諦めてたまるかよ。キャツチの届き、あいつは絶対に手に入れてやるぞ。やれやれだ。クローブハウスに戻って準備を整えようぜ。え？どうすんの？どうすんの？三つの試練に挑みし者よ。見事クリアできた時に私の力を授けよう。第一の試練は距離の試練だ。私の作り出したイカザシどもを三つの的に連続で止めてみせよう。なんか始まったんけど。なんか始まったけど。は？あ、みさ、ちょっと待って。あ、ちゃ。ナイスショー。そこーあかんのかい。バーッ。いや、あかんのかい。グロ、ははあかんのかい。いや、むずくね。いや、結構むずくねってなんだけど。は？いや、ちょっと待って。オッケー。これでいけんかったら無理。いや、無理。は？いや、無理じゃねそれ。マジさ。ああ、ミスだ。ああ、普通にやってればいけたんや。そういうことだな。よし。よし、いいぞ。調子いいぞ。3球連続って言ってるからな。オッケー。ナイス。うん。そこらへんかな。ナイス。アンスタート。よいしょー。グッド。いい感じ、いい感じ。これで、ここで、あーっ。よーし、ナイス。
そこ。いや待てよ。いやきついきついきつい。ちょっと待って。やばいやばいやばい。ちょ一番先にここからやろう。うん。ここらへんかな。よし。助かるよ。危ねえよ。全くよ。いけるー。ナイス。よし。あ、やらかした。ナイス。いや、いけたいけた。よーし、ナイス。ナイス。第一の試練チャレンジ成功。やったー。よし、いいぞ。見事だ。次の試練に進むがよい。悪いやと悪い時には悪いけど、俺ちょっと何かもらうわ。何かの試練クリアしてもらうわ。もの何をもらえるのか知らんけども。てかどこ行くん。このまますぐ行きゃいいのか。騎士に挑みに行こう。騎士に挑む。騎士とは？え？どこまで奥まで行かせんねん。おうおお、なんか来た。試練に挑みし者よ。この試練に挑むにはルブエッジを身につけてくるがよい。ルブエッジも、やってますけど。やってますけどって。ん？え？なるほど。ロブウェッジ、あ、そういうことな。一旦ちょっと戻りますね。なので、カットするんで、休憩も挟もうと思います。てなわけで、カット。その雷雨、眉雨。あ、戻ってきたね。変なこと言ってたの、もしかしたら採用されてそうな感じすぎてならない。第二の試練は高さの試練だ。湧き上がる水の壁を越えて、三つの的に連続で止めてみせよ。おー、やりよる。やりよる神様。神様。え、どこらへん？ここら辺かな。よいしょ。行く。危な。危なってなった今。そこ。いいね。で。こっちよね、あとね。残りここ。そこ！あ、はい、遅すぎたか？いや、いける。いけるいける。危ない！だー！マジですか。こっちから行こうか。いや、意外と行きやすい。そこ！いける！ナイスグー。That's right. 何か That's right. そこ、あれ早かった。あら、ごめん。ああ、ビビ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 って感じ。そこーい。ナイス。からの、そこらへん。よいしょ。危ねえ。ナイスグー。そこ、あっ、あっ、やばい、あっ、あっふってなる、ほんま、あっふってなる、ほんま、
よし、いったでしょう。そこ。ナイスク。で、残りここ。そう。あ、もうなんでやねん、もう。いや、なんでやねん、そこよ。俺よ。俺よ、これは。だいぶなるよ。ま、丸の方のさ、タイミング取るのがちょっと、まだ慣れてない節があるかな。そこ。お、危ない。うん。そ、あ、ほら、もうなんでそうなんねん、もう。グー。結構きつい。危ない。危ない、ほんま。ああ、やだ。そこ、お、行った、行ったな、これな。でも、待ってや、待ってやってる、ほんま。いや、ほんま待てやって。だいぶなるわ。あぶねえ。ナイス、グー。うん。あ、じゃ。下手くそか、俺は。まだ慣れてないのかな、この感じに。そこ。オーケー。これで完全に慣れさせていこうっていう感じだね。おそらくね。いやな、よく、ああ。なんで？なんでだ？これ俺。うまくいかんぞ。やばい。結構この試練きついな。それ俺だけかもな。俺だけかもな。うん。すごくそれ感じるな。そこ！よーし。グー！残り一個。よーし。いや、だからなんで待ってる。いや、待てーってなろう、お前。だいぶなるわ。で、グッド。あ、早い。早い。まだ慣れんな、多分これ。ナイス、グッ。そこ、オーケー。おな。そこ、オッケー。いったんじゃね、これ。いや、なんで。いや、なんでってなる、ほんま。グッ。よいしょ、おい。ナイス、グッ。どうや？よし、ナイス！うまくいった！やった！だいぶ、だいぶ苦戦した。お、やったね。よし、これであとは。見事だ。次の試練に進むがいい。
ありがとう。次何かな？第三の試練はタイミングの試練だ。制限時間内にダフルショットで私のイカズチ攻撃を弾き返してみせよ。は？行くぞ！いや、待て。どういうこと？え？え？え？ってなんねんけど。だいぶなんねんけど。え？どうすんの？ああ、なんか、やるな、おーい！怖い。何がどうなったん？わからん。ちょっと、もうええって。ん？ちょっと待って。ああ！ちょっと待って。今なんとなくわかった。なんとなく。うん。ん？そこ！そういうことね。今ようやくわかった。ウィー！うん。で、これで、待って。あ、早い！あ！くそ！やばい。オッケー。いける。そこ！オッケー！さーってなっても大丈夫でーす。危ない。あれ？マジで？ちょっと待てよ。待ってただけやんか。お、マジかよ。あ、けど結構もらえる。結構もらえるやねんわ。やり方ようやくわかった。さっきね。どこや？あ、向こう側かーい。あーっと、やらかしーた。あら、どっか行った。あった。なるほどね。よし。よし。
次来い次。よーし、ナイス。ふう、たわいない、たわいなきことよね。ね、うぇーい。よし、ここへね。そこ、いけた。ナイス、チャレンジ成功。やったね。お、56に上がるね。いいね。どうしよっかね。212はしとこうか。ね。やったね。見事だ。私の力を受け取るがいい。イエーイ！イカズチの剣を、剣を手に入れた。ワリアとワルイジが、見た目は随分小さくなっちまったが、さっきまでと同じ力を感じるぜ。お前は、それを手に入れて何に使おうって言うんだい？剣だからな、ただのゴルファーのお前が手に入れても使いこなせない。代物だぜ、そいつは。まさかそいつをゴルフクラブに鍛え直して使うつもりか？この剣はかなり危険だ。いくずちを振らせるために分厚い雷雲を呼ぶことができるのさ。たとえ海水でもそいつを使えばたちまち空が雷に覆われちまうという伝説さ。そいつを使えばきっとお宝が光と共に姿を。悪いじ。それじゃあ話すのはやめておけよ。俺たちがいないうちに、話を進められちゃたまらないからね。最後に笑うのは俺たちってことだな。その剣はお前を認めているみたいだからな。それは預けておくことにするぜ。きっと近いうちにまた会うことになるか。やれやれ、倒されるふりというのも慣れないものだ。お主は合格だ。おお、お主の力を見極めさせてもらった。その人向きで正しき心も。お主のようなものを待っていた。今世界で起こる問題を解決できる力を持ったもの。なんだって？なんだって？今起こっている異常気象は蚊の嵐が原因だ。クッパという強力な炎の力を持つ者が、眠りの木の力で眠りにつきさえしなければ。この土地からも見ることができる雪山。あの雪山はスノーマウンテンと呼ばれ、氷の化け物キングスノーが支配していた。キングスノーは辺り一面に吹雪を撒き散らし、氷の世界へと帰っていったのだ。しかし、クッパというものが訪れると、その炎のエナジーの影響で、雪山は火山へと変わった。マグマ溢れる山へと変わり、キングスノーはその力を失ったのだ。氷の世界へ変えようと企む、キングスノーの野望は破れ、彼の地に平和が訪れた。ところが嵐によって問題が起きた。嵐で舞い上がった眠りの木の花粉が、スノーマウンテンで花をつけ、その花粉でクッパが眠り込んでしまったようなのだ。クッパが眠ってしまうことによって炎のエナジーの良い影響が弱まり、また火山が静まりつつある。眠りの木を本来は心を落ち着け、争う気をなくす平和の木だ。眠りの木は昔からこの地に錆びえる。平和のシンボルだったが、こんなことが起ころうとは。おっと、今は眠りの木の由来を説明している場合はなかったな。お主には氷に閉ざされつつあるスノーマウンテンへ向かい、ヤスを止めるのを手伝ってほしい。キングスノーの力によってすでにクッパの砦は氷に閉ざされつつある。そしてさらに力を蓄えようとしている。
OK って感じだな、俺ら。このままではスノーマウンテンだけでなく、少しずつ世界への氷の影響が広がっていってしまうだろう。それは絶対に阻止してしなければならない。キングスノーの氷の力に対抗するには、炎の神獣が守っているという、炎の宝玉を見つけ、炎の力を手に入れるのだ。ああ、そんなものが、そんなものがあって、この剣は、この剣は雷の剣といって、私の化身だ。これを持っていれば私といるも同じ、助言もできるだろう。ビゴのトレジャーコーナーと呼ばれる場所に炎の力は眠っているぞ。ビゴの砂漠へ急ぐのだ。ああダラガンジキャラびっくりしたわ。キノピオが来る山。あまりにもドラゴンズイケさんの帰りが遅いので、心配しましたよ。大丈夫でしたか？あれ、今誰かと話していませんでしたか？騎士と話していたって、そんな冗談やめてくださいよ。そうですよね。あんまりらしく来ませんでしたか？あれ、珍しいですね。この辺りはいつも雷が鳴っているんですが、雷が収まっています。こんなこともあるんですね。ひとまずクラブハウスへ戻って、暖かいものでも飲みましょう。イェーイ。そうしよう。キノピオは楽観的でいいね、すごく。好きだわ、俺。